ージを胸に秘め、この男が入場してまいります。さあ、その声援に後押しされるかのように入場してまいります。館長、特別試合シングルマッチ20分一本勝負を行います。青コーナー215ポンド館長、青柳まさし。赤コーナー230ポンド、モハメド・ヨーネー。さあ、運命の鐘が鳴った。さあ、放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ、両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますと、いい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。組みに行きます。ボディースラムで投げてまいります。ハイキック、強烈に打ち込みます。組み合います。フライングメイヤーで倒します。ねちっこい展開に移行してまいります。ロックアップ、ボディースラム、起こします。掴んだ、鋭いキックです。全体重を落としてまいります。あのね、選手っていうのは試合中は興奮してますから、ある程度痛みってのを感じないんですよ。はあ。でもね、試合終わってから今まで分かんなかったところが痛くなったりするんですよ。あ、そうなんですか。抱えます。2位を突き上げます。キック攻撃を見舞ってまいります。ストバックに突き刺さります。行くのか。サイドからヘッドロックの体勢に移行します。ロープブレイクであります。さあ、まさにレスラーという雰囲気をオーラのように醸し出しております。この男、朝のでも程よいと思われるその背中は、まさに五光が指しているかのようであります。さあ、今宵はどんなファイトぶりを展開していくのでありましょう。注目であります。組みに行きます。巻き投げで切り返します。行くのか。投げてまいります。蹴りをぶち込みます。腕をフックします。 DDT ノーテン。奥歯を噛みしめた。ドアボール。カウント 2.5。 まだまだです。起こした。バックを取って、そのままボールで取りつけた。どっから来るんですか、この力は。そうですね、意地じゃないですかね。もう気持ちだけですよ。小股に挟んだ。バット逆に返した。ロープブレイク、ロープブレイク。首根っこを掴んだ。2位を突き上げる。頭を掴んで強烈なキック。ガチッと組み合った。ロープに飛ばした。バット、ロープに叩きつけ
気迫ですよね。もうヒートアップしてますよ。これで決まったか。カウント2つ惜しい。おお、呼吸を見上げたか。頭を掴んで膝頭を入れていく。すごい音がした。どうか、耐えました。いけるか。コーナーに振った。気合を入れた。フライングにいる。前線を広げた。そのままタイガタム。カウント3。さあ、天領役者永遠遥が入場してまいりました。シングルマッチ20分一本勝負を行います。青コーナー280ポンドラッシャー木村。ラッシャー、ラッシャー、ラッシャー。赤コーナー250ポンドエイゲンハル。エーゲン打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。蹴ってまいります。ロックアップ、フロントからの締めを見せてまいります。パンチを打ち込んでまいります。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか。まだ流れはどっちのものとも言えないですね。ああそうですか。組み合います。ボディスラムで投げてまいります。行くのか。リング上はコブラツイストの体勢。掴んだ。打ち込んでまいります。掴みます。先ほどから館内のボルテージがすごいんですが、戦っている時ってお客さんの声って聞こえるもんなんですか。いやあのね、全部は聞こえないですけど聞こえますよ。まあ苦しい時とか本当頑張れますからね。ファンの声援っていうのは本当ありがたいもんですよ。そうなんですか。組みに行きます。さあこの辺りのサブミッション攻撃いかがですか。そうですね、こういう攻めは後々生きてきますからね、要注意ですよ。そうですね。組
みに行きます。ネックブリーカードロップ、エルボードロップ、落としてまいります。組み合います。リング上はヘッドロックの体勢、ロープブレイクであります。この辺り一気にスパークしてまいりました。そうですね、気持ちが乗ってますよ。素晴らしい気迫ですね。掴んだ、させません。乾いた音が館内に響きます。掴みます、立ってまいります。この辺りの攻撃いかがですか。いい攻めですよ。スタミナを奪うには効果的ですね。掴みます、張ります、立ってまいります。逆に振り返して、ドクジャがあばらを締め上げてまいります。行くのか、ネックブリカードロップで落としてまいります。掴んだ、あります。ロックアップ、フロントからのヘッドロックに移行します。乾いた音が館内に響きます。組みに行きます。すごい音がした。
キック組み合った、強烈に締め上げる、ハンマーを落としていく、足を狙っていった、足を殺していった、張り手、あっとネックブリーガードラップ、あっと返していった、きちんシンク、すごい顔で打つ、全体重を乗せたエルボー、立たせていく、蹴り上げていく、エクスプロイダーの体勢、蹴り上げていく、いけるか、残り試合時間5分マイミネスです。そのまま後ろに投げていく、バックにはおっと丸めていった、ロープブレイク、ロープブレイク、キック、エクスプロイダー、いけるか、エルボーを打ち込む、場外に移行した、ガジェット組はコブラの毒が回ってきたぞ、足を打ちつけていった、リングに戻ります、いけるか、ロープに振った、組み合った、残り試合時間3分3ミリッツです、体を預ける、こういうことを言うのでありましょうか。歓声が鳴り止みません。ユニットが結成されました。その姿を今現します。滋賀行け。特別試合タッグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー230ポンドマイケル・モレスト、モレスト220ポンドドノバン・モーガン、赤コーナー210ポンド滋賀健太郎、滋賀
190ポンド、ケンタ。木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。実況席には桃田さんをお呼びしています。さあ、両選手の眼差しご覧になってどうですか？そうですね、この舞台でね、プレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。リストを固めてまいります。掴みます。エルボー、チョップであります。組みに行きます。フライングメイヤードロップキックを見舞ってまいります。抱えます。バックに回った、顔面へのキックです。行くのか、逆に投げてまいります。組み合います。ロープに振った、あっとエルボー、ここでタッチです。キック、このあたり決まり具合はいかがですか？まだこれは入ってないですね。そうですか。切り返します。ラフ殺法に転じます。こういうね、体を使った単純な攻撃っていうのは効くんですよね。ああ、なるほど。ドラゴンスリーパーに移行します。させません。ロックアップ、コーナーに振った、キックで返します。スワンダイブのミサイルキック、組みに行きます。そのままグラウンドに持っていきます。肩をつけます。行くのか、耐えます。心の連携が冴え渡る。そのまま膝を決めていきます。ロックアップ、倒してまいります。カウントが入ります。腕を取ります。逆に切り返します。起こします。打ち込んでまいります。投げてまいります。ドロップキック、組み合います。ロープに飛ばした、響きます。蹴りを見舞ってまいります。ブレンバスターに取ります。ブレンバスターで投げ捨てます。スイッチしてまいります。腕を回します。蹴ってまいります。ダブルで決めていった。キャメルクラッチの体勢です。足
足を抱えます。レッグロックに持っていった。腕を回します。キックを打っていきます。10分経過、10メレッド。すごい角度でしたね。いやー、ちょっと頭打ってるかもしれませんね。掴んだ。ストマックを狙ってまいります。花道に移行します。コーナーに登って、ここは戻ります。足を取ります。この辺り研究していますね。そうですね、簡単にはさせませんね。ロックアップ、ロープに振ってローキック、肘を打ち込んでまいります。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振り下ろします。ストンピング、蹴りつけてまいります。ここでタッチです。逃れます。フロントからのキック、地獄のツーパータン。エルボーを入れていきます。プロとして試合をしていく上でやっぱり重要なのは、いかに頭を打たないかということなんですよね。そのためにレスラーは受け身を本当に何千回も練習しますからね。ああ、まさにそのあたり、日々の鍛錬というわけですね。もちろんそうですよ。抱えます。あっと、逆に丸めていった。ロープブレイクであります。蹴りを見舞ってまいります。脇固めに持ってまいります。ロープに逃れます。15分経過、15 minutes go。 スーパーパンで放っていった。腕をフックします。させません。スイッチしてまいります。腰を落とします。岩石落とし、バックドロップであります。ここでタッチです。ブレンバスターに取ります。ネックリーカードロップ、コーナーに登る。掴みます。叩き込んでまいります。組に行きます。ロープに振った。あ、やっと。トップロープを奪う。リングに戻ります。あっと、ドロップキック。決まり具合いかがですか。これは綺麗に決まってますよ。腕を回した。ブレンバスターで投げつける。エルボーを打ち込む。ちょっと今カウンターになりましたよ。ブロッキー状況か。ガジェット組み合った。コーナーに振った。
分経過、20ミリッツゴール。ここでタッチだ。引き起こす。今危なかったですね。そうですね、危なかったですね。勝負ですよ。キックものすごい抱き起こす。残り試合時間3分3ミリッツです。小脇に抱えうまく切り返した。カウント 2.5、 まだスイッチ。エルボーを入れていく。あっとカウンター。バックアタック、うまく切り返した。ロープブレイク、ロープブレイク、見えを切った。ピッコルヒャー、パワーボール、このポーズ、そのまま体固め。3つ入りません。残り試合時間1分1ミリッツです。いけるか、締め上げていった。ハンガーを落としていく。ここで
姿を待ちます。まさに大観衆の頭を止めるが聞こえてまいります。分一本勝負を行います。青コーナー230ポンド佐野拓磨205ポンド丸藤直美チェイ丸藤くん赤コーナー255ポンド斎藤明人氏220ポンド橋誠橋明人氏澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。さあ放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。掴んだ、させません。組みに行きます。リング上はヘッドロックの体勢、ロープに逃れます。ブロックします。コーナーに登って顔面を蹴り上げます。組み合います。ロープに飛ばした。ドロップキックを放ってまいります。リング上の両選手なんですが、表情をご覧になって両者とも気合が充実していると見てよろしいでしょうか。そうですね、二人とも肌の色艶がいいですよね。これは調子がいい証拠だと思いますよ。ああそうですか。ロックアップ。投げ技っていうのはね、あんまり受けるっていうことは好きじゃないけど、下手にこらえるのが一番危ないんですよ。だからある程度入ったら自分からためらわないで行っちゃった方がいいんですよね。ああその方がダメージを負わないわけですね。そういうことになりますね。ボディースラム。リング下に降ります。行くのか、逆に振り返した。あっと鉄柵。あっとエルボー。膝を使ってまいります。組みに行きます。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを落としてまいります。リング内に戻ります。行くのか、ロープに振った。モンゴリアンチョップ。ロックアップ。フライングメイヤーで倒します。キックを打っていきます。ロープに振って、ここでタッチです。打ち込んでまいります。組み合います。
フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを振り下ろします。組みに行きます。フライングメイヤーロックアップ巻き投げで切り返します。スイッチしてまいります。打ち込んでまいります。組み合います。投げてまいります。行くのか。ボディスラムです。組み合います。倒してまいります。組に行きます。投げてまいります。ストマックへの攻撃であります。この辺の技の展開いかがですか。そうですね、こういった技はボディーブローのように徐々に効いてきますからね。いい攻め方だと思いますよ。なるほど。あります。倒してまいります。ストンピングです。スイッチしてまいります。してまいります。ロックアップ、アップを返します。ここでタッチです。行くのか。フロントからのヘッドロックに移行します。乾いた音が館内に響きます。蹴ってまいります。ドクジャがあばらを締め上げてまいります。ロープブレイクであります。10メレッツゴー。ドロップキックであります。腕を回します。ブレインバスターで叩きつけます。掴んだ。ハンマーを落としてまいります。フロントからのキック。コーナーに振った。ラフサッポーに転じます。打たせません。掴みます。モンゴリアンを打ち込む。ここでタッチです。フライングメイヤーで倒します。気持ちが前に出る姿っていうのは見ていても気持ちいいですよね。そうですよね。なんかスカッとしますよね。レトロ調の技を繰り出してまいります。ロープに逃れます。ローを打ち込みます。エルボー、蹴りを見舞ってまいります。逆水平、腕をフックします。ブレンバスターでぶん投げます。行くのか。バットそのまま落としてまいります。バックからスリーパーに入ります。ストンピングを叩き込んでまいります。15分経過15メレッゴー。ボディースラムで叩きつけます。ロックアップ
たり一気にスパークしてまいりました。そうですね、気持ちが乗ってますよ。素晴らしい気迫ですね。技をかけてもこうやって読んでますからね。面白いですよね。本当にそうですね。切り返します。ランニングしたらエルボースイッチしてまいります。いけるか。あっと後ろに落としていった。全体重を乗せたエルボー。すごい顔で打つ。ここで返されると痛いですよね。流れが変わりますよ。勝負のポイントですね。これは無酸素状態でやってますよ。はい、まさにレスリングハイですね。リバースで切り返した。キック引っこ抜きか。パワードリック投げ捨て。カバーした。カウント2。組み合った。あっと投げていった。あっと後頭部。ここでスイッチ。20分経過。ブライトニール先制を広げた。エルボーを打ち込む。すごい形相で締め上げていく。ハンマーを振りかざす。Thank you.
頭突きを打ち込む。立たせていく。残り試合時間3分、3ミリッツです。いけるか。逆に振り返した。あと迎撃した。そのまま耐え固め。3つ入りません。首やった。締め上げていった。ハンマー気味のパンチ。残り試合時間1分、1ミリッツです。抱き起こす。いった！タイガードライバー！カウント2つ、惜しい！ファイトが尋常であります。この男池田大輔が入場してまいります。特別試合シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー240ポンド池田大輔。赤コーナー270ポンド田上明。木槌がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。腕をフックします。蹴ってまいります。抱えます。この試合序盤から激しい攻防戦の様相なんですけれどもね、試合のポイントはどこに置かれますか。そうですね、両者とも今日は調子が良さそうですからね。まあスタミナの問題は全くないですね。ああそうですか。行くのか。ボディスラムです。ローキック、打たせません。抜けてまいります。ブレーンバスターに取ります。
ストバックに突き刺さります。プロとして戦っているとね、どこかしら必ず悪いところが出るんですよ。首、足、膝、上げ出したらキリがないですけど、でも泣き言は言ってられないですからね。ああ、そうですよね。組みに行きます。ロープに振った、強烈なキックです。あります。組み合います。逆に倒します。対三沢の最終兵器として、己のレスリングの集大成をかけて新技を開発したこの田上明、その名もまさに俺が田上。このインパクトダイナミック級の幻の超必殺技を今夜我々は目撃することができるのでありましょうか。掴んだ、ギロチン式で投げていきます。腕を回します。ストマックを狙ってまいります。ダイビングラリアット、掴みます。キック攻撃を見舞ってまいります。腕を取ってまいります。ロープに逃れます。足を抱えます。それにしても一瞬たりとて目が離せませんね。そうですね、両者とも調子がいいんじゃないですか。腕をフックします。脇固めに持ってまいります。ロックアップ、ロープに飛ばした、顔面を蹴り上げます。掴んだ、蹴りをぶち込みます。打ち込みます。打ち込んでまいります。エルボーを入れていきます。ファン内がどう思えてますね。そうですね、こういった技は見た目以上に重いですからね。そうですよね。ロープに振ってラリアット、投げ倒し、足攻めに転じます。顔面に突き刺さります。ドロップキックを放ってまいります。エルボードロップ、キックを打ってまいります。組みに行きます。倒してまいります。起こしてまいります。シャイニングウィザード、膝が襲った、組み合った、あっとそのまま後ろに投げていった。いけるか、ロープに振った、あっと腕を取った、岩壁の母の胸に抱かれました。稲妻でグラリアート、腕をフックした、させません。もう放送席まで痛みが伝わってまいります。あのね、これは相当きついはずですよ。エルボーで切り返す、ダイビングしたらラリアット、ガッツポーズ入った、ガチッと組み合った、逆に振り返した。10分経過、変名ゴール、強烈ショーター、キックものすごい、カバーした、ロープブレイク、ロープブレイク、掴んだ、チョップ、空投げ、頭を掴んで脳天チョップ、顔面蹴り上げる、のど輪か、そのまま叩きつけていった、抱えた、 DDT、 あっとエルボー、強烈なキック、担ぐか、打たせない、あっと外した、ブレンバスター行くのか、ブレインバスターで叩きつける、
バックを打ち込む。体を預ける。足を取った。なんと返した。ちょっと今簡単になりましたよ。ブロッキー状況か。もう気持ちだけですよ。強烈キック攻撃。立たせていく。組み合った。ロープに振って、やった強烈ダブルに腰を落とす。ユニットが結成されました。その姿を今表します。特別試合タッグマッチ45分一本勝負を行います。金丸、青コーナー250ポンド秋山200ポンド金丸。
しのぶ。赤コーナー255ポンド伊沢いつはる。210ポンド小川よしなり。運命のゴングが打ち鳴らされました。実況席には桃田さんをお呼びしています。さあ両選手の眼差しご覧になってどうですか。そうですね、この舞台でねプレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。掴んだボディスラムです。組みに行きます。フライングメイヤーで倒します。スリーパーに捉えます。ロックアップ対角線に飛ばした。カウンターで返します。カバーに入ります。抱えます。ボディスラムで叩きつけます。ブレンバスターに取ります。逆に投げてまいります。まあレスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、こうして怪我というのは失格ですよね。要するにファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。腕を取ります。腕を殺してまいります。腕を捉えます。腕に照準を絞るのでありましょうか。ダブルで決めていった。行くのか。パンチで返します。チョップであります。組み合います。ロープに飛ばした。あっとホイップしてまいります。蹴りを見舞ってまいります。こういう打撃系の技はね、それはガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーっていうのはあえて相手の技を受けるぐらいの懐の深さがないとダメなんですよ。そうですよね、そこがレスラーの凄みですよね。そうですね。フェイント内に戻ります。リング内に戻ります。組み合います。投げてまいります。行くのか。フライングメイヤーギロチンドロップ。フロントからのキックさせません。飛んでまいります。蹴ってまいります。腕を回します。ブレインバスターで叩きつけます。受けるっていう言葉は好きじゃないけど、下手にこらえるのが一番危ないんですよ。だからある程度入ったら自分からためらわないで行っちゃった方がいいんですよね。ああ、その方がダメージを負わないわけですね。そういうことになりますね。肩が上がります。ロックアップ倒してまいります。ストンピングです。組みに行きます。ロープに振った。切り返します。組み合います。
ロープに振って、あっとエルボー、ギロチンを落とします。行くのか、フロントからのヘッドロックに移行します。パンチを打ち込んでまいります。腕を蹴ります。10メレッツゴー、腕攻めに転じます。腕をフックします。 DDT でマットに突き刺します。円陣蹴り、引き起こします。キックを打っていきます。円陣蹴り、エルボー、チョップが唸ってまいります。ロックアップ、バックに回ります。小脇に抱えます。バックドロップで叩きつけます。行くのか、逆に返します。心の連携が冴え渡る。起こします。ロックアップ、倒してまいります。ドロップキックであります。組みに行きます。コーナーに振ってで切り返してまいります。組み合います。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを落としてまいります。ロックアップ、逆に振り返して、腰を落として逆片指固めの体勢です。ロープに逃れます。組み合います。フライングメイヤーで倒します。地味なんですが、こういうレスリングの展開っていうのは想像以上にスタミナを奪いますからね。いい攻撃だと思いますよ。はい、蹴りを見舞ってまいります。ブレンバスターで切り返します。15分経過、15 minutes go。 スイッチしてまいります。行くのか、打たせません。エルボードロップ、足を取ります。円錐切り、膝を殺してまいります。組みに行きます。返します。ここでタッチです。組み合います。アップを返します。行くのか、耐えます。巻き投げで切り返します。そのまま固めます。入れていきます。足を抱えます。足攻めに転じます。スイッチしてまいります。回します。ストマックを狙ってまいります。ここでタッチです。叩えます。ボディースラム、
。股間を打ちつけます。つかみます。立ち上げ式で打ってまいります。フロントからのキック、バックブリーカーで背骨を打ち据えます。20分経過、20 minutes go。 頭をつか、あー、いやらしい攻撃だ。おお、得点を見上げたか。逆に切り返した。なんと、うまく切り返した。完璧にたどり着きました。ここでタッチだ。ストッピング強烈。抱えた。打たせない。張り手後頭部打ち組み合った。バックを取ってバックを取り返す。これはもう精神力で打ってますよね。そうですね。起こした。ここでスイッチ。腕をフックした。正面から投げを威張った。蹴り上げていく。正面から投げていった。ガチッと組み合った。投げていった。リングに戻ります。腕を回した。クレーンバスターで投げつける。いけるか。25分経過、25 minutes go。 あっと返した。逆水平。ドッグローブからムーンサーバーパス。カウント2。いけるか。コーナーに振った。トップロープを奪う。エルボー。ダイビング。ここでタッチだ。エルボードロップ強烈。組み合った。場外に落とした。
リングに戻ります。リングに戻ります。キック、エクスプロイダーの体勢。ノーカンツーだか。ドロップキック、いけるか。30分経過、場内に落とした。場外に降りる。掴んだ、蹴っていった。首根っこを掴んだ、ヘルブー速攻。リングに戻ります。エルボー、湧いてこい、俺の力。雰囲気が立ち込めてまいります。館内はボルテージ最高潮であります。組んだこの男たち、果たしてどんな戦いを見せるのでありましょうか。
盛り大盛り本田特別試合タッグマッチ60分一本勝負を行います青コーナー285ポンド本田タモンタモン240ポンド井上正雄赤コーナー280ポンド高山義弘260ポンド大森さあ桃田さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、互いに今日は負けるわけにはいきませんからね。最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないですかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。スイッチしてまいります。ブレンバスターに取ります。ストバックに突き刺さります。エルボーを入れていきます。行くのか、フライングメイヤーあります。水車落とし、腕を回します。強烈に打ち込みます。まあレスラーは常に体力が問題だと思うんですけど、ロードして怪我というのは失格ですよね。要するにファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。腕を取ります。腕を殺してまいります。キック攻撃を見舞ってまいります。エルボー、乾いた音が館内に響きます。組み合います。この辺りの関節攻撃いかがです。ちょっと浅いですね。そうですか。ロックアップ、逆に振り返した、キックが顔面を捉える、組みに行きます。フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを振り下ろします。掴んだ、ボディスラムです。バックからスリーパーに入ります。ロープに逃れます。行くのか、相手の動向を見据えながら攻めていこうとするのか。ロープブレイクであります。ロックアップ、フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを落としてまいります。抱えます、耐えます、振りほどきます。組み合います。させません。腕を捉えます。腕攻めに転じます。腕をフックします。ストマックを狙ってまいります。打ち込んでまいります。ショルダータックル、肘を打ち込んでまいります。パンチで返します。張ってまいります。打たせません。外してまいります。組みに行きます。対角線に飛ばした、逆に返します。こういった飛び込みなんですがいかがですか。そうですね、高さがある分ダメージも増しますからね。きついですよ。そうですね、
ツープラトン。ですね、投げ技っていうのは一歩間違えれば大変なことになってしまいますから、選手たちは受け身のタイミングってものを体で覚えているんですよ。ああ、なるほど。いやらしい攻めを見せてまいります。フロントからのヘッドロックに移行します。10分経過、10メレットこの辺り、館内もヒートアップしてまいりました。そうですね、すごい気合ですね。いいですよ、組みに行きます。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振り下ろします。腕しぎに取ります。腰を落とします。ダブルアームで固めていった。完璧にたどり着きました。エルボーを入れていく。顔面を蹴り上げる。立たせていく。さあ、渾身の力で締め上げる。これは完全に入ってますよ。すごい音がした。ガチッと組み合った。逆に振り返した。強烈なローだ。強烈キック攻撃。抱き起こす。あっと、逆に蹴っていった。抱えた。あっと、フロントスープレックス。いけるか。あっと、倒していった。あっと、鈍い音がした。組み合った。逆にロープに振った。ラリアット。ストンピングを叩き込む。掴んだ。強烈ヘッドバット。組み合った。対角線に飛ばした。あっと、ラリアット。ここでスイッチ。15分経過、15ミレッツゴー。腕を取った。腕を壊しにいった。腰を落とす。エルボーで切り返す。ドラゴン行くのか。いった。ルーネルサンパウ。腕を回した。ブレインバスターで投げつける。起こした。いけるか。すごい形相で締め上げていく。ハンマー気味のパンチ。引き起こす。キック強烈。さあ、タッチ。あと、逆に脇固めで切り返す。抜くのか。ダブルアームで投げていった。頭を掴んで、させません。
内に降りる。ハリテイブルドッキングヘッドロック、リングに戻ります。リングに戻ります。首根っこをつかんだ。ハンマーを落としていく。ガジェット組み合った。20分経過。20 minutes go。無酸素状態でやってますよ。はい、まさにレスリングハイですね。雄たけびを上げた。引き起こす顔面へのキック。腕をフックした。あっと DDT フロントキック。リングに戻ります。ここでタッチだ。いけるか。コーナーに振ってラリアット投げ倒し、足を殺していった。担ぎ上げるのか。蹴り上げていく。組み合った。ロープに飛ばした。タックルぶちかわし、立たせていく。あっとキック。ブレンバスター行くのか。ストバックに突き刺さった。強烈に締め上げる。頭を掴んでエルボー強烈、抱き起こす。首切り用のが火を吹くのか。25 minutes go。 腕をフックした。ブラインバスターで叩きつける。掴んだ。頭突きを打ち込む。ウルネルソンの体勢。右腕に命を吹き込む。